はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、久しぶりですね。はい、こちらです。はい、ドラゴンボール、UDM バースト30ということでね、久しぶりに UDM やりましたね。まあもちろん、何が目当てかっつったら、もう身勝手の悟空目当てで回しましたよ。はい、まあ、それ以外にもね、ラインナップが結構面白いラインナップになってますね。まあ身勝手の極意と、ゼンちゃん、ゼン王様で、ケフラで、孫悟天ゼノで、なぜかのり巻きあられ、あられちゃんが なぜかこのラインナップに入ってるっていうね。まあ狙いはね、悟空とあられちゃん、はい、こちら目当てでやってきました。で、またね、相方と言ったんですけれども、相方は、ゼンちゃんが欲しいということでね、出たらあげるということでね、とりあえず、こちらがね出るまでやりました。はい、ということで、まあ1回200円ですね。はい、1回200円のガチャガチャ。はい、ではね、出た順に行きましょう。はい、まず1個目がですね、まあもうこちらのね、ちょっと冊子を出した状態なんですけれども、はい、もう開けてあります。はい、なんと一発で苦手の極意出ちゃいました。はい、いや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 、まさか一発で出るとは思わなかったですね。いや、これ嬉しかったんだけど、まあ一回で出るのもちょっと面白くないよね。まあちょっと、まあこれをちょっと動画でねアップする予定はなかったんですけれども、まあでもなんか一回じゃあれだなと思ったんで、まあだったらあられちゃんが出るまでやろうっていうことに切り替えました。はい、で、じゃああられちゃんが出るまで回し始めたんですが、2個目、コロンとね、結構色で分かるらしいんですけど、赤いカプセルで出たのが身勝手の極入りなんとね、いきなりダブルっていうね、もう嬉しいダブルですよこれは。まあ身勝手がダブル分には全然問題ないですね。何個あってもいいっていう感じで回してたんでね、はい、これは別に全然悔しくもなんともない、もう嬉しいですね。はい、で3回目、そろそろ来るかなと思ってね、回しました。するとガチャッと、デジャブ、嘘でしょと思って見ました。はーい、身勝手の極意、なんとね、あの身勝手の極意の悟空が3連チャンで出たんですね。いや、ダブっててもいいと思ったけど、まさか本当に3連チャンで来ると思わなかったですね。いやー、これはほんとぶったまげだね。だから、まあ別に全然嬉しいですね。はい、で、いやーちょっとこれは収まりつかねえなーって、ちょっと小銭を崩しに行った時にね、もう1台しかなかったんですけれども、すで、になんか女の、まあ女性2人組が、ちょっとやってましたね、というよりやられてましたね。はい、いやーやべえと思って、もう次ぐらいに出そうだったのにと思ってね、もう見てたんですけど、結構ね回してたんですよ。なんか身勝手が欲しいのか分かんないけど、なんかそんなような会話が聞こえたんですよね。まあでもなんか出たのがなんか前王と、あとなんだ、あとあられちゃんが出たとか言ってたんですよね。うわ出たと思って、うわかまほられたと思ったんですけどね、そのまま
なんかずっとやってるんですよ、離れず。だから遠目からちょっとね、様子を伺ってたんですけれども、まあ、まあ一人がなんか結構、まあ、満足な感じだったんですけどね、もう一人がなんかどうしてもなんかね、身勝手が欲しいみたいな感じで言ってたんで、ああ身勝手は出てないんだと思ってね。でなんか身勝手が出てない方に善ちゃんが出て、でなんか善ちゃんが欲しい人に善ちゃんが出てないっていうね、なんか意味分からない状況なんですけれどもだから、どっちもねなんか欲しいものが手に入ってない状況だったらしいんですよ。なのでねちょっとしばらくなんかずっとやってたんですけど、でようやく開いたなと思って見たら、もう結構中かもうあとな数個ぐらいになってたんですよね。だから次何が出るか見えるような状況だったんで、見たらなんと2回目ぐらいにあられちゃんが見えたんですよ。2回目にやったら出るぐらいの位置、よっしゃと思って、とりあえず1回は回そうと思って、もしかしたら1回でねもしかしたらあられちゃん出るかもしれないと思って、やったんですよね。はい、まあそのごめんなさいね、話がすっげえずれるわ実はその小銭を崩してから1回やったんだ、1回やって、出たのが、これなんですよ、黄色いカプセル。はい、いや色違う、やったと思って、なんだと思ったらケフラ、ケフラはちょっといらなかったですね。5点と同じぐらいいらなかったね、目当てじゃない、まあ、いらないって言ったら失礼だけど、まあ、自分の目当てではない、でちょっと流れが悪いなっていうことで、実はヨドバシカメラだったんですけどね、そこやっぱもう100台ぐらいあるとこなんで、まあもしかしたら別のところに置いてあるんじゃないかと思ってね、ちょっと見回りをしてた時にもその女性2人組に撮られてた状態だったんですよね。で次にガチャガチャってね、その開いた時に2人が解いてね、開いた時に回したら、5個目か5個目に出たのが、センちゃんが出たんですよ、5回目で。いやーこれはね、まあ俺は別に どっちでもよかったんですけど、まあ相方がね、すげえ喜んでたんでね、まああげまして、そしたら琴ノ若がめっちゃちっちゃいのね、これセンちゃん、なんか悟空はいつも通りの UDM の大きさなんですけど、ゼンちゃんがもうね、ここ腰ぐらいの位置ぐらいしかないんですよね、大きさめっちゃちっちゃと思って、まあ、相方もね、え何このちっちゃいのって言ってましたけどね、めちゃくちゃちっちゃいって言ってましたよ。でね、ああさすがにちょっとね、まあ次どう見てもあられちゃんなんですよ、もう出口にもう見えてたのは。でなんとね、そこで二人組が戻ってきたんですね。いやーこいつはもう譲れねえぞと言って回そうと思って、小銭を見た時になんと100円足んなかったんです。うわーやっべー、これ離れたらやられると思って、いやちょっとねもう相方に、両替頼んできて、1000円崩しまして、でやったんですけれども、そしたら、コロンとね、はい、青いやつであられちゃん出てくれました。いやー危なかったな、ちょっと一人だったらやられてたね。まあ多分その女性二人組はあられちゃんもういらないと思ったんですけどね、でなんかまあ残り見たらね、結構身勝手が結構いっぱい残ってたのかな、
赤いカプセルがねほとんど占めてましたね。あと赤いカプセルが6個7個ぐらいあって、で黄色が1個ぐらいだったかな。うん、だからどうなんだろう、5点が何色かわかんないけどね。うん、で、俺がやった後にすぐにもうその女性2人組がまた やり始めて、でなんか1回やったらなんか身勝手が出たのかな、なんか満足げに帰っていきましたけどね。うん、でまあ俺もね、ちょっと十分満足な結果に終わったんでね、まあ、帰ろうとしたら別のカップル2人組がねすぐにまたやり始めて、改めてこのドラゴンボールの、フィギュアのね、人気をね思い知らされた一日でしたね。はい、いや今やっぱ結構旬なんですね。うん、まあもうね、最終回間近ですけれども、まあね12月にね、今年の12月に、新作のね映画が、公開されるということでね、非常に楽しみなんですけれども、ただブルマの声がね、どういう人に変わってるのか気になるところですけれども、うん、まあとりあえずね、今回はこういう結果で終わりました。はい、自分的にはねすごい非常に満足か、じゃあもうあれだからもうこれは普通に開封しましょう。はい、ちょっとこれ開けますね。はい、ということでね、開封しました。こちらです。はい、いやこれもかっこいいな、やっぱり。いや身勝手の極意の悟空はかっこいいな、ほんと。いやーすげえ、こんなちっちゃいのほんとよくできてるよな。うん、いやーすごい。はい、ということでね、今回は自分的には大変大満足です。ということでね、またこれよく見るとやっぱこう眉間にシワが入ってるね。前回、眉間にね墨入れでシワ入れましたけど、やっぱこうやって入れた方がいいよね。うん、はい、まあ、ということでね、今回は、以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。